YouTube エブの部屋のご覧の皆さん、こんにちは。2023年8月5日土曜日、今年も暑くてマーベラスな夏がやってきました。マーベル姉妹プレゼンツ第2回 3x3 マーベラス8サポーテッドバイアイルエンジニアリング株式会社。はい、皆さん、昨年に引き続き2回目の 3x3 マーベラス8がやってきました。YouTube 解説は W リーグ理事を務めております、伊集南が担当します。昨年もさせていただきましたが、昨年よりは今ちょうど風も吹いてきて少し涼しい状態の中で大会が開かれそうです。会場は栄の栄広場、本当名古屋のど真ん中にボールデンコートを設置して今日一日選手たちがプレーをするんですが、本当こうリングのねバックにはこう名古屋のテレビ塔がある中で、素晴らしいロケーションの中で選手たちがプレーができるという本当にこう 3x3 の醍醐味を堪能できるイベントとなっております。さて、ここから高校生そしてプロの選手たちが集まり、プレーを熱いプレーを繰り広げていただくんですが、まず皆さんにですね 3x3 マーベラス8って何っていうところをちょっと説明したいなと思います。2020年東京オリンピックから正式種目として採用されたバスケの 3x3、 日本でバスケットボールを見る機会を増やしたい、そして地元愛知県を盛り上げたいという思いから、馬瓜姉妹が運営企画するバスケ 3x3 の大会 3x3 マーベラス8です。いやー、本当にこの馬瓜姉妹はですね、ずっとこう女子バスケそしてバスケットボール、まあ本当日本ではなく海外にもこう活躍をする馬瓜姉妹ですが、本当にこうマーベラスな企画行動そしてパフォーマンスを常にしてくださる姉妹たちです。ぜひですね、この姉妹の思いに賛同した関係者の皆様たちでこう今日一日イベントを盛り上げていけたらなというふうに思っています。またこう YouTube を、ね、ご覧の皆さんはこう会場の音楽っていうのが、まあ、少し聞こえるぐらいですかね。はい、DJ そして MC もつけながら会場ではイベントを盛り上げていきます。私もですね、今ただ一人で喋っている状況ですけども、少しずつこうゲストもお招きしながら試合を見ていきたいなというふうに思っています。まずですね、初めての方、 3x3 を見るのが初めての方という方もいらっしゃるかと思いますので、少し 3x3 についてお話をしたいなと思います。はい、まず 3x3 はですね、ハーフコート、バスケットのハーフコート、エンドライン15メートル、サイドライン11メートルの幅の中でプレーをします。プレーをするメンバーは4名、コートに入るのが3名、そしてプラス控えで交代として1名いる、合計4名でプレーをします。そして1試合10分または21点選手でスタートをします。なので10分間試合はありますが、21点先に取った場合は試合の分数が残っていても終了、ノックアウトという形になります。ボールサイズはですね、6号球です。6号球、まあ、女子のサイズですね。そして重さは7号球という風になっております。まあ、外でやる競技なので風の抵抗を受けやすくしないために重くしていたり、少しボールもですね、厚みのあるボールを使用しています。海外では、ウィルソンのボールを使用するんですが、今回は、コート設置でお世話になっているモルテンさん、そして日本の 3x3 ではモルテンのボールを使っていますので、今回はモルテンのボールを使用しています。今画面上で見えてますかね、黄色と黒でコントラストされているボールを、使用していきたいなと思います。そしてショットクロックは12秒、5人制では24秒だと思うんですが、コートの半分プラスショットクロック、オフェンスの時間も12秒でプレーをいたします。またファール数の制限もあります。チームファール数の制限は6回、7回目以降は、相手にフリースローが与えられる仕組みになっております。シュートの点数のところにも少し、お伝えしたいと思います。まずラインの外側、3人制ではここ2ポイントと言います。2ポイントラインの外からのシュートは2点となります。そしてこの2ポイントラインの内側のからのシュートは1点というふうな形になります。
そして 3x3 の一番の大きな違いはですね、攻守交代をしたら一度2ポイントラインの外、アークの外ですね、ラインの外に出なければオフェンスの権利が与えられません。なので、ディフェンスを頑張った後、もしリバウンドを取りました、そしたら必ずラインの外に出てオフェンスの攻撃権をもらえます。そしてシュートを決めた後もオフェンスをするためにはラインの外に出なければならないというようなルールになっております。はい、まあ、本当こうハーフコートの中で3対3が繰り広げられますので、非常にアップテンポな競技になっていますし、すごくエンタメ性の高い競技としても海外で注目されています。今日はですね、今のところ少しこう雲も出て、少しこう選手たちにはいいコンディションの中でプレーができるんじゃないかなというふうに思っています。ちょっとですね、あともう少しで始まるんですが、ちょっと一人で喋るのもあれなんで、ちょっとステファニー選手に来ていただきましょうかね。マウリ姉妹の妹であるステファニー選手、ステちゃん、どうぞ。おはようございます。はい、皆さんおはようございます。よろしくお願いします、今日も。はい、いや、昨年に続いて第2回目も開かれました。はい、良かったです。本当にいろんな方の支えと協力と、もういっぱいいっぱいです、もう心いっぱいです。本当にありがたいですね。はい、まあ、冷静にちょっと伝えさせてもらいますと、はい、この名古屋の栄のど真ん中にコートを設置して、うん、バスケットができる、 3x3 の大会ができる、うん、非常にありえないことなんですよね。はい、もうマーベラスなことですけども。かなりマーベラス。正直本当にここまで実現すると思わなかったですし、こんなもうロケーションもいい、 いろんなその観客も入ってくれて、うん、こんなところでできるのはもう高校生も羨ましいなというふうに自分は思っちゃいますね。確かに、いや、はい、本当にこう周り姉妹の思いに賛同した人たちが、この大会をこう、ね、サポートしてくださっているという、本当にね、いいストーリーの中で、はい、はい、そうなんですよ。いや、いいですね。うん、2回目も楽しみですね。はい、うん、今回もうバチバチに盛り上がって、DJ さんも いてくれて、もう楽しみしかないですね。急に23って硬くなりましたけども。リカさん。はい、まずね、ステファニー選手、妹のステファニー選手は東京五輪 3x3 に出場しております。はい、そしてね、今年の4月まで元トヨタアンテロープスで W リーグの選手としてプレーをしておりました。はい、でステファニー選手はですね、東京五輪 3x3 のオリンピック選手として出場はもちろんのこと、2019年の10月ですね、 U23 ワールドカップでは世界で一番金メダルも獲得をしております。ありがとうございます。でここからはですね、まあ、このイベントが終了後は、海外への、出場を決めておりまして、はい、スペインのね、モビスタエントゥディアンテスエストゥディアンテス惜しい惜しい惜しい、今ボケたんだよね。はい、スペインのなんと一部、はい、はい、そうなんですよ、ユーロカップに出場するというところで、本当皆さん、はい、これすごいことですよ。ありがとうございます。スペインリーグの一部にマーリ・ステファニー選手が出場するという、はい、本当素晴らしいですね。はい、そしてね、姉妹を見に行きたいとたくさんの観客が来ていますし、もう非常にカメラもたくさん回っております。そうですね、はい、もう悪いことできません。マーリ姉妹バレちゃう、もうスペインでも悪いことできません。今自分の場所バレちゃいましたね。ぜひマドリードの方に皆さん来ていただいて、私はパエリア大好きなんで、あ、美味しいですよね。いや、もう大好きです。スペイン料理やっぱ美味しいんで、ちょっとスペインにステの応援に行って、うわ、ね、一緒にパエリアをスパークリングワインのところに、今日もちょっとスパークリングワインありながら、ね、ちょっと解説したいぐらいですけど、想像してやってもらっていいですか。想像だけで、ちょっと飲酒解説ダメですか。デロンデロンなって最後の方なんか合わせてるみたいな。いや、本当にね、こう周り姉妹を追いかけて、今日ね、たくさんの高校生がプレーをしてくれますし、うん、はい、プロのチームもね、参戦してくださるということ で、ぜひぜひ皆さん楽しんでいただけたらなというのと、後半にはですね、トヨタアンテロプス、ステファニーの仲間であったトヨタアンテロプスの選手たちもゲストとして YouTube にお招きしたいなと思っています。はい、楽しみですね。本当にまあ、やばいやつらばっかりなんで正直、はい、うちのチーム。じゃあそこは、伊勢さんがいい感じにバランス取ってもらって、いいですかね。やばいとこ出しちゃって、むしろ。いや、本当にこの
YouTube エブの部屋だからこそね、ね話せることがたくさんありますので、そうなんです、ちょっと裏話というか面白い話も挟みながら、はい、ファネス・ハニー選手のマイクパフォーマンス、そしてプレーもすることが今日ありますので、はい、まあ、たまにここに、ね、遊びに来ていただきたいなと思います、はい、はい、ではステファニー選手、今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんお願いします。YouTube エブの部屋をご覧の皆さん、こんにちは。マーヴィシュマイプレゼンツ第2回セレクシーマーベラス8サポーテッドバイアイルエンジニアリング株式会社、会場は栄広場スでセレクシーのイベントを行います。今皆さんの画面でもですね、モルテンコートの中で男子チームの選手たちがウォーミングアップをしている姿が見られると思います。ゴールのバックにはなんと名古屋のテレビ塔をバックにして、今日一日選手たちがプレーをします。少しタイムスケジュールを話したいなと思います。今現在時刻10時44分ですね、今ウォーミングアップをしている状態なんですが、10時50分からオープニングセレモニーが始まります。そして11時から試合がスタートしていくという流れになっております。今回の参加高校チームを紹介していきたいと思います。まず男子チームですね、桜ヶ丘高等学校、そして名古屋市立北高等学校、そして筑波からですね、はるばるアルボラーダ U18 が参加してくださります。このアルボラーダ U18 のコーチはですね、現在セレクシー日本男子代表のコーチを務めております中瀬コーチの、チームになります。そして女子チームですね、女子チームの参加は、安城学園高等学校、そして名古屋経済大学高倉高等学校、そして今回三重から来ております四日市メリノール学園高等学校が、出場します。そしてですね、今回は、プロの選手たちも参加してくださります。男子からは、京都 BB、 そして女子チームは東京 BB が参戦してくださいます。そしてですね、なんとなんとスペシャルゲスト、今回ですね、トヨタアンデロープスの選手たちもコートでプレーをしてくれてくださると、ここにですね、マウリ姉妹も一緒にこうプレーをすると私は期待しております。
またこのイベントを盛り上げてくださる出演者も紹介していきます。まずはですね、今回このイベントの DJ をしてくださいますバスケットマン桜井さん、桜井さんが MC を務めてくださいます。そして DJ は DJ リカックスさん、そしてアーニーさんが、音楽を、会場の音楽を盛り上げてくださいます。いやー本当にこう少しね画面上で聞こえるかわからないんですが、桜井さんのマイクパフォーマンスと素晴らしい DJ たちによるイベントを盛り上げていただきたいなというふうに思います。そしてですね、こうハーフタイム、休憩時間にはですね、2つのチアが、パフォーマンスをしてくださいます。まず名古屋スパイダーズ大学生の、チアチームですね。そして D のキッズスクール小中高生たちによる可愛らしい、チアパフォーマンスも、あることになっています。非常に今日は盛りだくさんな一日になりそうですね。それではですね、ここから、今現在の時刻10時47分、10時50分からオープニングセレモニーが始まります。そして11時から第1試合目、四日市メリノール学院対高倉高校。はい、もう 1試合目から非常に熱いマーベラスな戦いをしてくれると思いますので、皆さん最後までお楽しみください。自分の限界に挑戦し続ける熱き彼らの戦いを目に焼き付けろ。マウリ姉妹プレゼンツ 3x3 マーベラステイトサポートバイアイルエンジニアリング。ヘイヘイヘイ、盛り上がってますか皆さん。皆さん今年もやってきました、yes! 第2回マウリ姉妹プレゼンツ 3x3 マーベラスエイトサポーテッドバイアイルエンジニアリング始めます。 yes! 今年もできたよ。できたね。この名古屋栄ど真ん中の地でこんな素晴らしい大会もう一回見たかったよっていう人、皆さん手挙げて、手挙げて、そうですよね。
名古屋はバスケットの聖地、高校生たちがしのぎを削って全国に出ていく場所なんですよ。皆さん、そんな高校生たちに、そしてバスケットを愛する皆さんに、素晴らしい大会、このマーベラス 8-3-3 から始めていきたいと思います。皆さん、この大会みんなで盛り上げていきましょう。ということで、今年も盛り上げてくださるメンバーを紹介したいと思います。 Let's go! Let's go! ということで、ダブルリーグ、理事でございます伊集南さんです。よろしくお願いします。今回 YouTube の解説でバチバチに盛り上げてもらいます。お願いします。ありがとうございます。次にですね、名古屋が生んだレジェンド DJ、DJ アーリー、バチバチに熱い音楽で盛り上げていきます。皆さん、音楽にも注目。ということで、次に盛り上げていただく、一緒に盛り上げてくれるマウリ・ステファニー、イエーイ、よろしくお願いします。この後ですね、ステファニーはスペインのリーグでバスケットを盛り上げてくれます。そのスペインに行く前にラスト試合です。日本でやるラストの試合、マーベラス8で盛り上げてくれます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん盛り上がっていきましょう。そして 3x3 だったらこの方欠かせないですよね。行きましょう。 3x3 盛り上げてもらうのはMC バスケットマン桜井。はい、3x3 ワンマイクショー、バスケットマン桜井です。皆さん、楽しむ準備はできてますか。やっよっ、やっよっ。その中で2人のテンションにつられてちょっと大声出してました。頭から超テンション高いから。もちろんですよ。ということで、このマウリ姉妹と一緒にこの名古屋の地、もう進撃を起こしていきましょう。熱い熱いムーブメントを起こしていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは私の役割でございますね。はい、3人制バスケットボール、皆さんルール説明します。ご存知の方いらっしゃいますか。 3x3 じゃあ初めてという方、 3x3 初めてという方はいらっしゃいますか。あ、若干名ですね。ありがとうございます、ありがとうございます。浸透してきてるかな。おー、ではこちら、3人制バスケットボールは 3x3 という競技のルールを説明いたします。はい、選手はコート上に3名まで、チームは4名、ベンチに1名、3名です。合計4名がこの競技の人数となります。得点がこの競技1点と2点です。皆さんご存知の5人制のバスケットボールは2点とこちらアークの外からのスリーポイントと呼びますが3点ですが、この競技1点と2点、1ポイントに対してこの2ポイント倍のスコアとなります。これが大きな影響を与えます。またショットクロック、シュートまでのタイムリミットは12秒です。こちらも5人制の半分です。あっという間にこのシュートまでのタイムリミットがやってきますので、スピーディーな展開をご覧いただけます。また攻守交代の展開は皆さんちょっとこちらもう見ていただければ分かりますけれども、シュートが入った後に一旦この2ポイントラインの外にボールを運べば攻守交代です。このあたりをね、もう皆さんでチェックしていきながら、はい、楽しみたいと思います。試合時間は10分間です。10分間でより多くスコアしたチーム、あるいは先に21点取ったチームのノックアウト勝利となります。最後で得点スコアして終わるこのエキサイティングな 3x3、 どうぞ皆さんお楽しみください。ということで、まずは第一試合いきましょうか。はい、よろしくお願いします。さあ、それではイエスイエスゲーム1から参りましょう。両チーム選手の入場です。皆さん大きな拍手でお迎えください。 3x3 マウリ姉妹プレゼンツマーベラス8ゲーム1、女子の部参りましょう。最初に登場はこのチーム、四日市メリノール学院高校ナンバー50堂本恵奈、ナンバー5内野由良、ナンバー4河合遥香、ナンバー
のモモカよーレッツゴーこちらは妖怪師メリノール琴学校よ対するはこのチーム名古屋経済大学高等学校高倉高校ナンバー6ウォーウォードゥオーナー吉田ニコリナンバー7灰谷ゆずか最後ナンバー3永田ひなイエーイナンバー10筒井葉月以上名古屋経済大学高倉高等学校オッケー、それでは両チームウォーミングアップを開始してください。お願いします。いやー皆さん、今年も皆さんにお会いできるなんてめちゃめちゃ嬉しいですよ。本当にありがとうございます。集まっていただきありがとうございます。さあ選手のね、こっからのバチバチの熱い戦いを皆さんぜひぜひ盛り上げていきましょう。選手の力はですね、皆さんから生まれます。皆さんの応援が力になりますので、ぜひぜひね、大きな声で応援してあげてください。よろしくお願いします。 YouTube エブの部屋をご覧の皆さん、こんにちは。 OK、 それでは今大会のレフリーの3名をご紹介します。サポーテッドバイアイレンジニアリング株式会社レフリー、はい、今第1試合目のウォーミングアップがスタートしました。高野陽介選手たちはですね、マウリ姉妹と竹内相馬 MC 桜井さんの以上の3名で今大会はお届けいたします。はい、イベントがスタートし、選手たちも入場してきました。それでは両チームコイントスから参ります。各チームキャプテンはこちらまでお願いします。盛り上がってきております。キャプテンはこちらまでお願いします。ちょっとね、私たちの声のみしか入っていませんが、ぜひぜひ楽しんでください。それですね、第1試合目マーリステファニー選手に来てもらいました。ステちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよですね。いや、もう圧巻のマイクパフォーマンスだったね。いや、やっぱあそこに立つと盛り上がっちゃいますね。夏だよ。さあ、記念すべき第1試合1試合目を見ていきましょうか。まず1試合目は四日市メリノール学院高等学校対名古屋経済大学高倉高等学校、はいはい、まず水色の柄のついた水色のユニフォームが高倉高等学校ですね、はいはい、そしてシクラカーキのユニフォームが、メリノール、はい、学院高等学校となっております。はい、まあ、ユニフォームはですね、すべてアクターさん、はいはい、マーリステファニーのスポンサーであるアクターが、サプライヤーをしております。はい、かわいいかわいいユニフォームを提供していただきました、ね、本当に、ね、アクターの絵はかわいいですよね。そうなんですよね、色使いといい、なかなかないこの、なんていうんですか、パステルカラーだったりとか、はい、いろんな色を使って本当にかわいい感じに仕上げているので、今日もそこにもちょっと注目していただけたらと思いますね。確かにこうね、こうウェアでも気分が上がるし。そうですね、はい、私たちもね、私も今日アクターのバスパンを履いてますし。そうなんですよ、ステファニー選手もアクターのパータイツですね。そうですね、柄物の非常に可愛らしいものを着ています。長々来ちゃってます。さあ、高校生のみんなバチバチに。さあ、熱いね、はい、いよいよ始まっていきますが、はい、まあ、こうね、ゲームを追いながら、はい、選手たちの頑張りを見届けたいなと思います。はい、もう捨てちゃう、遠慮なくどんどん。グリーンのユニフォームゆるく、ゆるくね、ゆるくですね、はい、だいぶ解説もう慣れてきたと思うので頑張っていきたいと思います。あのリコさんについていけるように頑張ります。いや、本当このね、企画はね、もう普段とはね、少しこうフランクな形で、そうですね、背もたれながらね、ゆるくね、こう見られるっていうのはね、すごくいいです。いや、この目線から試合を見れるのもそうですし、本当にあの、こんな経験ができるのはかなりありがたいなと思うので。そうですね、はい、さあ、それでは皆さん、さあ、MC 桜井さんの声を聞きつつ第一試合目やっていきましょう。はい、お願いします。大きな拍手参りましょう。 TJ アリー、レディーゴー。さあ、最初のオフェンスは高倉高等学校ですね。はい、はい、どちらがファーストステックを狙うのか。オッケー、おー、しっかりディフェンスを見ていますね。ナイスパス、シュートがいきなり。6番のニコリーさんですね。ニコリーちゃん、もう試合開始早々からスレークスリーやってません。そうですね、今完全にフォーメーション入ってたのでね、チェックオフェンスやってたよね。はい、まさか普段5人制をやってるチームはここまで考えてきてますね。さあ、メリノールどうするか。
またもう一度オフェンスは高倉高校。はい、はい、またオッケーオフェンスを使ってますね。おお、2点目高倉、今7番のハイデにゆずかちゃんですね。スリーポイントだ、スリーポイント、オッケー、グルバン、グルバン、いいシュートでした。ここでコース交代、ナイスパス、ホッサップ、シールしてくれ、あー外した、おっと、いいディフェンスでした。ノーワン、ノーワン、およー、3x3 なんでね、ゴール下もっとパチパチなんですよ。いやー、ニコリンさんもちゃんとあの自分の身長を生かしてポストアップというのはなかなかなんか考えてますね、やっぱり、ちゃんと自分たちのね、キャラクターを生かしてますよね。そうですね、ここかなりシュート離れてましたよ、今ノンプツー、これで同点、そして逆転パス。今日は1試合目から展開が早い早い、バチバチですね。14番の河合遥さんの2ポイントからのいいパスからのニコリーさん、おっと転倒、おっとまだまだ生きています。はい、ディフェンス、はい、攻守交代、お、切り替えが早いですね、うん、必ずアークの外に出なければなりません。うまく今身長使ってますね、相手にゆずかちゃんですね。ボールもしっかりと2ポイントの外に運ばなければ、シュートが決まりますね、高倉高校、これで5対2、3点リード高倉高校。一旦ね、こうプレーが中断するとまたトップからチェックオフェンスがスタートするんですけども、はい、まあ、この間にね、選手交代ができるっていうルールですね。はい、もうどん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 変わっていかないと、スレックスリーは手が早いですからね。きついんですよ。そうなんです、そういうことなんです。きついんです。おお、ナイス、いいディフェンスでしたね。いいですね、今のスティールはメリノールの堂本選手、はい、堂本エナ選手でした。素晴らしい、後ろから手を出していきました。残り4秒どうするんだろう。2、おお、まだ続いてる、リバウンド、ショットロックの12秒はリセットされます、うん、ファールですね、初めてのファールですね。そうですね、はい、スレクスリーはファールの使い方っていうのも重要となってくるので、そのあたりもちょっと見ていていただけたらと思いますね、はい、ファールの制限回数は6回、6回以上からフリースローの権利が与えられます、はい、流れるようなシュートでしたね今、はい、ニコリンさん、このニコリン選手のポストダイブ効いてますね。そうですね、だいぶうまく活かせている、182センチあるということなので、私とほとんど変わりません。あ、いやもうね、ステファニー選手に憧れてニコリン選手もここからね飛躍していくと思いますから。あ、そうですね、ぜひとも、はい、皆さん要チェックですよ。、はい、これから来る選手として、はい、うまいですね、スルスルって抜けていくプレーが、あ、そこからまたニコリン選手、素晴らしい、これほぼニコリ選手取ってんじゃない。7点のうち5点ぐらい取ってるんじゃないかな、5点ぐらいニコリさんですね、なかなかうまくいかしてます。さあ、ここメリノール頑張って食らいつきたい。そうですね、1個ディフェンス守りたいですね、うん、あ、いいディフェンス、アウトオーバーンズですね、これでショットクロック、はい、高倉高校4秒、残り4秒です、残り4秒ですね、メリノール高校守りたい、2ポイントだ、オッケー、そして攻守交代、はい、攻守交代、最高、高校生、お、積極的、うわー、さあ、2ポイント2本目、2本目、これで7対4、おっ、おっ、アンクルブレイクかな、ちょうどステファニーの前でアンクルブレイクが、やばいですね、今のは暑い。いや、今日はね、スーパープレーがね、はい、出てくると思いますので。そうなんですよ。やっぱスレクスリーはちょっとストリートっぽいプレーがやっぱ多いので、こういう個人技だったりとか、そういったところもちょっと見ていきたいですね、どんどん。はい、あ、お、フィートのワンショットですよ。そうですね、その辺のルールだから、あげようかな。かわいい。そうですね、まあ、ルールをね、知りながらこうやってもらいましょう。はい、初めての試合なので、そのあたりはいろいろ。まだ続いてる、残り2秒、1秒、あ、守りました、高倉高校、いいディフェンスでしたね、惜しかったですね、今、そうですね、いいかなというふうにも思いましたけど、さあ、すごいアグレッシブな展開ですけど、まだあと6分40秒あります、そうなんですよ、でも割とやっぱりこれで点がここだけ入ってるってことは、なかなかいいペースなんじゃないかなというふうに思いますね。
そしてスレッグ3は 10分間の試合ですが、21点選手ノックアウトっていうのがありますので、はい、そうですね、まあ、時間が残っていても21点どちらかが取ればノックアウトで終了と。そういうことです、はい、時間も点数も気にせなきゃいけないという。はい、ノックアウトするとかなり盛り上がりますからね。はい、おっと惜しかった。さあ、お1対1するか。あ、打ってくる、惜しいですね。さあ、ミニロールボール、もう一度ツーポイント狙ってくる。おー、ナイスリバウンド、ナイスリバウンドです。上から飛んできた。うん、惜しい、またリバウンド。いいですね、ミニロールボール。はい、ミニロールつないでおります。プルアップ、いやあ、4番の水野桃香選手、はい、しっかりと決めてきましたね。はい、おダブルチーム、お3人ペースを変えてきた。エキストラパスから、惜しい、もう一度高倉、おお、いいのは、惜しい、いいステップでしたね、今、うん、あれは引っかかる。縦に切っていきますね。素晴らしいです。おお、ナイスです。おー、ナイスハッスル、ナイスハッスルだ。いや、素晴らしい攻防が続いております。こうした勝負、どっちが抜け出すの、皆さん、会場の皆さん、ハッスル盛り上げてあげてください。盛り上げて。さあ、姉のエブリン選手がマイクパフォーマンス非常に盛り上げております。はい、バチバチに朝からやってくれてますね。盛り上げてくれてますね。ちなみに周り姉妹はですね、今日朝の7時半には会場にいました。まさかの3時間半前新しい。おお、あー惜しい。お、仲間だ、仲間同士だ。今のもいいダイブでしたけどね。はい、さあ、どっちだ、どっちだ、吹かないですね。レフリー、レフリー吹きましょう。高校生今溜めてくれたんですかね。溜めてくれましたかね、今。なかなかちょっと戸惑いが見えましたけど、高校生にも。さあ、少し日差しが出てきました。残り5分切ってきましたね。おっと、ファールが鳴りましたよ。はい、高倉、これが1回目のファウルですね。そうですね、初めてのファウル、はい、5分で初めてのファウル、まだまだ使えますね。はい、非常にいいですね。しっかりとフェイクを使って、おー、ブロックショット、お、また繋いだ、おー、惜しい、ナイスリバー、惜しい、危ない、おー、おー、スポンサーのムータさんのスポンサーに向かっていきましたね。素晴らしい、惜しい、いやー、いいレースでした。さあ、高倉ボール、残り5秒。さあ、この点数どうなる。さあ、もう一度ポストで、いい、ミニノールディフェンス読んできましたよ。さあ、枠の外に出てから、さあ、こちらも残り5秒。あ、ブロックショット2本目でしたね。うん、お、ナイスパス、ニコリ選手、合わせのタイミングも上手ですね。そうですね、しっかりと自分の空いてるところを見て飛び込んでますね。さあ、ここメリノール食らいつきたい。そうですね、ちょっとでもいいからです、ね、まあ、時間が残っていても20点どちらかが取れば6アウトの終了。メリノールリバウンド頑張ってますね。はい、取り返しましたよ。はい、身長が足りないながらも一生懸命飛んでますからね。あー、惜しいな、あとちょっと、ということです。はい、時間も点数も気にせなきゃいけないという。はい、いいドライブでした。さあ、さらに突き放しに来ましたね。12番筒井直樹選手のドライブですからね。はい、おっと、惜しかった。おっと、お、見せてくる、惜しい、ショットクロックギリギリのいいシュートでしたが、惜しくも外れてしまいました。さあ、左ドライブ、ワンステップ、いいよ、下にするか、どんどん決まります。7番、灰谷柚香選手の左ドライブ、はい、おっと、なんか今、さりげない選手交代がありましたさりげない、さりげない選手交代、私、気づきませんでした。そうだったですよ、惜しいですね。入れ替わりましたね。さあ、ミニロールボール、今のは上手かった、おお、惜しいのはこと、ニコリ選手のポスター、もう一度ツーポイント狙ってくる。おー、ナイスリバウンド、ナイスリバウンドです。上からメリノールはファール4つとなりました。あー、ちょっとできた、ここ頑張りたいですね。はい、そしてニコリ選手、ナイスリバウンド、ワンショットです。リバウンドに入れるか。さあ、リバウンドいくよ。はい、入りました。いやー、でも 3x3 でしたらまだこの点差、この時間、そうなんですよ、まだまだわからない。
ショットクロックが12秒ですからね、非常にオフェンスの回数が増えない、右のオフェンスが増えてきます。惜しい。今、通面ゲーム非常に良かったですよね。綺麗なパスでしたね、はい、今。続けて惜しい。惜しい、危ない。惜しい。いや今メリノールすごい良かったですよ。はい、はい、よくプレーでしたね。そう4番の水野桃花選手、はい、しっかりと決めてきましたね。そのうちね、さあ2対1通面ゲームといえばね、エキストラパスカイ選手とマリセサイエ選手の通面ゲーム、ーもうちょっと、いやもうあれはもう胸当てでしたね。いや本当にいいパスをくれるので、そうですよ、山本選手とかやってきた時間っていうのは、そうですね、本当にあの長い間7年、素晴らしい8年ぐらいやってるんですけども、本当にお互いにちょっと目を合っただけで、もうしっかりと何がやりたいかっていうのが伝わらないような、いい話ですね。いやね、またね、ステファニー選手が勝ち合うので、山本選手少し寂しいかもしれませんが、海外でまたマッチアップしたり同じチームでやれたりしたら楽しいですね。そうですね、まさかのってなりますよね。そういうこともファンは楽しみにしながら、イタリアの NBA 選手が出ます。マイクパフォーマンス非常に盛り上がっています。頑張りたいと思います。最初の試合残り2分、ちなみに丸島屋ですね、11対5今日アテナ市でリードして会場にいました。これも高倉ブロックショット、時間素晴らしいですね。高倉高校はディフェンス素晴らしいですね。新しい手を使って、メリノールこれディフェンスファウルになりましたね。ちょっとここ頑張りたいですね。メリノールここ、そうですね、今でもいいダイブでしたけどね。ファウル6回まではフリースローの権限は与えられませんので、ハイブリッグに行きましょう。やっぱり身長の差がちょっとあるので、そこをどうにか今溜めてくれた。おっと、ネットディフェンス使いながら、はい、溜めてくれましたかね。溜めていってほしいですね。なかなかちょっとエミリーが見えましたけど、機動力、アジリティがすごい。さあ少し日差しが出てきました、ね、残り5分。やっぱり身長差を埋めるものの総力っていうか、音パールが鳴りましたよ。そういうところをしっかりとやってるなというふうに見えますね。高倉これが1回目のファールです。初めてのファール、シュートが来たら面白いと思います。そうですね、やっぱまだ最初はちょっと硬いかなっていうところも見えますね。はい、フェイクを使って、ナイスアタック、これも決めてくる。12番まだ繋いだい、夏木選手、惜しい、惜しい、惜しい。そしてニコリン選手のブロック、素晴らしいですね。2打ちたいのに刺してくれた。本当ですね、やっぱりあのスポンサーに向かっていきましたね。素晴らしい、惜しい。いやちょっとスレクスリーでブロックショット3本はちょっとすごすぎます。なかなかのスコアです、それ。もうできすぎです。残り5秒。ブロックショットになりました。またチェックオフェンス。2本目でしたね。スローインになりまし、メリノール高校、今得点欲しいですね。メリノール高校1本欲しい。そうですね、ちょっと狙いから。オフは時間が残っていても22点。1本取れた。いいぞ、ここから欲しいです。メリノール2本欲しいですね。取り返しましたよ。狙いとしてはいいですよね。そうですね、こういったところを積極的に打っていって入るまでは。あー惜しいな、あとちょっとやっててほしいですね。少しミスになりました。ということです、はい、時間も点数も気にしなきゃいけないというフェンス、そして1分切りました。残り55秒。いい、さあさらに突き放しに来ましたね。12番ついナッツ選手のドライブ、素晴らしい。2番のドライブ、7番ハイタン柚塚選手、見せて素晴らしいドライブでしたね。シュートでしたけどね、ギリギリのいいシュートでしたが、惜しくも外れてしまいました。頑張れ、メリノール高校です。そして点を稼いだい。あ、こちらが7番、ハイダン・ユズカ選手の左腰がいい。はい、あ、さりげないし、素晴らしい。素晴らしいですね。さあ、そして20秒、メリノール1点でも2点を取りに行きたいですね。やっぱりグループ制があると、どっかにメリノールボール3人も出てくるんだ。さあ、残り10秒、ニコリ選手のポストはもう一度2ポイント狙ってくる。いいパスだ、スリーバウンド、ナイスよ、はい、入りました。ナイスバウンド、ナイスバウンド。いやでもスリーバウンドでしたね。まだこの点差、この時間、そうなんですよ。はい、惜しい、危ない、惜しい。シエラリーショールすごい良かったですよ。高倉高校の勝利で胸当てでしたね。すごかったですね。惜しい、いいバウンドでしたね。だいぶテンポよく得点を取っていて、ナイスバウンド、いいバウンドでしたね。また第2試合も楽しみにしますので、イタリアのエミリア選手が会場にご覧ください。高倉高校が勝利しました。高倉高校おめでとうございます。おめでとうございます。権限は与えられませんので、さあ残り5分、やっぱり身長差を埋めるものでしたね。いやしかしね、はい、高倉やっぱりあのスポンサーに向かっていきましたね。素晴らしい、
も出てるからやっぱり。そう、今得点欲しいですね。そこが一本。そうですね。で入るまでは。あ欲しいな。あとちょっと。ハイタイタン柚塚選手見せて素晴らしいドライブでした。いや素晴らしい。ハイタイタン柚塚選手の左足が。ミノル、これからやっぱりゲーム2が。ニコリ選手のポスターもう一度2ポイントで。底力はあります。これよいよが問題これ。さあ皆さん、はい、もうまた第2試合を楽しんでしまいますので、ありがとうございます。はい、どんどん盛り上げていってください。お願いします。素晴らしいドライブでした。いや素晴らしい。ファイナー柚塚選手の左足が、これからやっぱり原子炉がニコリ選手のポスターもう一度2ポイントで。そこチーム選手もありますよ。これよいよが問題これ。ディフェンシングチャンス。はい、もうまた第2試合を楽しんでしまいますので、ありがとうございます。はい、猫を使っていただきます。素晴らしいドライブでした。ファイナー柚塚選手の左足が、ニコリ選手のポスターもう一度2ポイントで。これよいよが問題これ。はい、もうまた第1試合を楽しんでしまいますので、ありがとうございます。はい、Yeah.
本当に高校が迎える千葉、ちょっとね昨年の方がすごい暑かったですからね。そうですね、昨年は本当にもう雨の次の日っていうカンカン照りだったので、いや今日もさあ2試合目も見ていきましょう。もうこのフォーメーションの時点でなんか違うなっての感じますね。おお、いいディフェンス、いいディフェンスだ、お互いに。さあ強度が先ほどとは全然違いますが、また違いますね、はい、このインテンシティ、強度の強さっていうのがスリクシーの醍醐味でもあります。本当にそうなんです、やっぱぶつかっていくっていうところで、積極的に手を出していきますね。さあ北高校オフェンス、さあ最初のソータ北高校山本作人くんですね、はい、そしてすぐにやり返すアルボラーダ、はい、8番の柴田優里選手ですね、はい、おお、あ、いいリバウンドですね、ヒロムくんですね、伊原くんぶつかっていきました。いいですね、お互いバチバチですね、フィジカルが。おお、打っていく、おっとファール、ファールをもらいました、はい、シュートファールになりました、はい、まあ、2ポイントラインからのシュートなので、はい、こちらのフリースローは2本ですね、2本になります、はい、4番の佐藤良也君3ポイントが得意、2ポイントが得意ということで、今のも自信を持って打ってるんじゃないかと思いますね。なるほど、はい、外のシュートに自信あり、2ポイント、フリースローもしっかりと決めてきましたね、はい、さあ次2本目となります、はい、うん、素晴らしい。さあしっかりと決めてきました、はい、これで3対1、名古屋北高等学校が2点リードです、はい、積極的ですね、男子のまたこの独特のリズム感といいますか、うん、おお、いえうまい、今のはうまい。さあ北高校リード、おお、いやこういうのがあるんですよ、スレック3は。増崎裕太くんですね。いや、増崎くんは自分がその代表活動の時に混ぜてもらった時に一緒にプレーしてたんですけど、うん、うまくなってます前より。なんかそういうのいいですね、はい、確実に成長してるなというふうに思います、うん、おー、またナイスアップ、エンワン、素晴らしい。山本作人くん、さあベンチと応援団が騒いでおります、はい、応援団が素晴らしいですね。いや今の素晴らしい、いやいいプレーでした。ああいうのもね、こうフィバの YouTube で、ね、切り取られて、はい、いいプロモートでね発信されるんですよね。そうなんですよ、大好きなんで、はい、フィバこういうの、うん、さあ6対4、2点追いかけるのアルボラーダ、はい、そしてオフェンスは北高等学校、なんだ今のフェイスは、惜しい。さあアルボ救われましたよ、素晴らしい、ナイスパスだ、惜しい、うん、さあ攻守交代、おー、ナイスフェイク、おーおっと、逆にこのイージーショットが難しいですよね選手からすると、おー、ナイスリバウンド、積極的に打ってますね松崎くん、あー惜しい、ナイスパスだった。おお、さあまたリバウンドつないだ、あー惜しい、まだ第1試合ですからね、やっぱりまだ合わせているところはあるかもしれないですね。そうですね、少しポロポロが出てきましたね、はい、7秒、おお、左手1本で行きました、はい、決めたのは8番渡辺明人君、素晴らしい、そうだ、アルボラーダ外のシュートも積極的に打っててますね。そうですね、やっぱりこう、はい、2ポイントの確率がね鍵になってくれますからね、はい、いやーかっこいいプレー出ましたけど、なかなかねフィニッシュがまだ合わせられてないところはあるのかなというふうには見えますね、うん、そうですね。さあ残り5秒どうする、さあ押し込む、押し込んで、あー、うん、惜しいですね、これウォーキントラベリングを取られました。またトップからチェックオフェンス、そして選手交代が行われます、はい、うん、さあ北高等学校からのボール残り7分、もう3分以上のバスケットをしております。いやー素晴らしい、このまだ3分しか経ってないのかというような、うん、濃いゲームですね今で、このね試合をやりながらこう対応ね、相手がどういう戦略で攻めてくるかっていう、うん、こういう駆け引きをやってますからね。そういうことですね、やっぱり初めて対戦する相手だと思うので、はい、こういったところ見ながらっていうのはあるかもしれないです。さあギリギリでのショット惜しくも外れました、いいジャンプショットでしたね、はい、アルボラーダボール、
おお、しっかりと見ている。さあ2ポイント来るか。あー惜しい、惜しくも外れた。おお、いや今観客の方にルーズボールが飛んできました。はい、はい、こういうのも嬉しいですね。ちょっとね選手が飛び込んでこないように気をつけてほしいですけど。こういうところもバスケット近いならでは。はい、素晴らしい。ちょっと滑ってるかな。いやー打ってくる。おーナイスリバウンド。惜しい。さあこのアルボランダのねこの2ポイントが決まってくると、うん、また流れが一気に変わります。そうですね、やっぱりこれだけ一投数は打ってるので、やっぱ自信を持ってってるんだなというふうに思いますし、これ決まったら怖いですね。はい、おーおーいいディフェンス。残り5秒。ナイスリバウンド。さあ2バウンドアルボ、いい。さあどう攻めてくるか。さあ2ポイント来るか。うーんこれも来ない。惜しいですね。さあ北高校のボール。おおミスマッチを使っている。ミスマッチを使ってしっかりと残り5秒。おお当てていった。外したリバウンド取った。いやさあねじ込んだ9対4。木村颯太くんですね、改革を使って。おおーナイスパス、うまいフェイントして、惜しい。今のは惜しかった。いや今のボール回し素晴らしかったですね。はい、おファールの使い方ですね今のも、うん、一度ファールをして選手交代ができるように時間を止めました。はい、この2チーム 3x3 やってます。やってますね。やってます。心どころに感じます。はい、うん、これもナイスアタック。さあ外で開いてる、うん、アウトバーンのボールが出てしまいました。惜しいシュートでしたね今のも、うん、アルボランダのオフェンススタートです、うん、現在スコア9対4、5点追いかけるのはオフェンスアルボランダ。はい、おっといいフォーメーションを。少し足元が滑るか。打ってきた。2ポイント。惜しいですね。松崎選手来てほしい。これが来ればまた流れも変わってくると思いますが。そうですね。おまたここも1対1。おおいやオフェンスファール。オフェンスファールでした今の。オフェンスファールでした。いやー強かったですけどね。いいディフェンスでしたね。やっぱり、はい、しっかり。いやこうね1対1の攻防が見られるのもねスレッジの醍醐味ですから。素晴らしい。さあ松崎選手ツーポイント。またここもそれが来ない。惜しい。さあこれをねこの状態でいかに打ち続けられるか。そういうことですね。決められるかですね。間違いない。いや早いですね山本選手。そうですね。シュート前のファールチェックオフェンスからのスタートです。はい、残り4分46秒。まだまだ時間はあるのでね。はい、わドライブの次は2ポイント。素晴らしいですね。オールマイティなプレー、山本選手素晴らしい。これはいいリバウンドです。はい、わいや素晴らしい。今のも山本選手オンファイヤーしております。やばいですね。さあ繋いだアルボルターダー繋いだぞ。いいリバウンドですね。あー惜しい、うん、なかなかこれが来ないですね。本当にね外のシュートがなかなか入らないとね厳しいんですよね、はい、そうなんですよね。体格を使ってうまい、うん、さあこれも決めてきた13対4。おおエンドワンしっかり得点を取りに来ましたね今のも。さあこのシュートしっかりと決めて1点、そしてプラスフリースロー1本が与えられます。はい、決めれば2点プレー。2点プレー、はい、正直ありえないかもしれないって思う方いるかもしれないですけどまだまだ逆転ありますこれ。そうなんですよね、はいはい、全然ありますね。そしてここからの戦い方も経験をしているアルボラの、ね、アルボのスレッグスリーぜひ見てほしいですね。そうなんですよね。さあナイスアタック。おっとファールになりました。はい、今ちょっとあれですかね作戦の中で2ポイントが来ないところで、うんうん、ちょっとワンを狙いに行ってるように見えますね。そうですね、はい、まあ、そこで引きつけて2ポイントを狙う可能性もありますね。さあ松崎選手、うん、惜しいですね。このダイブのタイミングがね合ってないですね。そうですね、ちょっとずつ合っていけばいいなというふうに思いますけども。まあ、また新生アルボの U18 の選手たちなのでね、はい、またここから強くなっていくと思いますが。そうですね、少しずつなんせ中洲再生工場の
選手たちですから、はい、何でも、もういつの間にか上手くなってまた変わっていくっていうのもありますからね。さあステップバック2ポイント、 おっとこれはファールならない、ファールがならないだ。さあ攻守交代、もういいディフェンスです。さあボールが止まった、残り5秒、いいディフェンス、あおっとファールになりました、惜しいですね。これでつくばアルボラーダ U18 のファウルは4つ、はい、スコアは13対5、残り3分5秒となりました。うん、このちょっと点が、ね、伸びない時間帯に頑張ってほしいですね。そうですね、はい、素晴らしい、いいプレーでした。今のも今私たち解説の前で体のぶつかるバチッという音が鳴りましたけども、はい、今のはおさあ来た、ロング2ポイント、松崎選手、これで14対7、まだ分からないですよ、分からないですよ、7点差、おお見せてくる、いやおっしゃ、いい、ね、今のもかっこいいプレーですね。いいオフェンスでしたがアルボが粘り、はい、もう一度アルボボール、さあこのフォーメーションアルボラーダのうまいスクリーン、あー惜しい、惜しい、ナイスリバウンドだ、なくさない、いや考えてますね、おーぶつかり合いすごいですね。さあこれも打つか、松崎選手来るか、惜しい、惜しい、どっちのボールだろうか、これもう一度アルボボールですかね、どちらのボールだ、どちらのボールなのか、今のもナイスリバウンドでしたけどね、攻守交代ですね、審判なんかちょっとお話ししてますね、あ失礼しました、アルボボールです、はい、はい、アルボラーダボールで、まだディフェンスとオフェンスが分かってない、どうなんだろう、あとおおファールをもらいました。さあこれで両チームファール4つとなりました、はい、ちょっとずつちょっとずつですけど、ちょっとアルボラーダも伸びてきてますね。そうですね、まあ、ここからどうですか、残り2分10秒7点差っていうところ、そうですね、やっぱりここでちょっと1本2本2ポイントが来るとかなり変わるのかなというふうには思いますけど、うん、そうですね、はい、まあ、この今のフリースローも決めると6点差あったので、そうですね、まあ、2ポイント3本プラス1点で、はい、すぐ追いつく点数ですから、そうなんですよ、これはねオフェンスとしても気は抜けないですからね、長北高校も、はい、そうですね、お積極的、おっと足に当たった、そしてショットクロックもなり、いいディフェンスでした、アルボラーダのオフェンスに変わります、はい、試合時間残り1分58秒、14対7、さあしっかりとフォーメーションを使って、さあノーマークだ、さあ、あー惜しい、これが来ない、これが来るとね全部惜しいんですけどね、そうですね、もうシュートシチュエーション抜群に取れてるんで、もうなんか入れてあげたいグイって入れてあげたい上からステファニーが長い手で入れてあげたい横からあ帰ってきた山本選手がいきなりですね、そうですね、あの左ドライブ止まらない、怖いですね、もう脅威でしかないです。さあさあ北高校ポストアップ、まあ、バチバチ、渡辺選手の左手、イエス渡辺選手素晴らしい、確かに今マイクパフォーマンスでも左手一本で決めてきたと言いましたけども素晴らしいですね、はい、さあここでタイムアウト、残り試合時間1分22秒です、はい、うん、タイムアウトはですね、あの各チーム1回ずつ取れます、はい、そしてタイムアウトの時間は30秒、はい、ステファニー選手どうですか、この30秒の中でどんなことを話しますか。そうですね、あのやっぱりまず一つ話すのは相手のディフェンスについてですね、どういうふうに自分たちにあのついてきてるのか、間を通ってるのかっていうのを話したりとか、うん、もうあとは本当に息を整えろっていうそれに必死ですね。そうですね、本当にこう皆さんこの攻守交代アグレッシブの中で乳酸もたまる、足にも負担が来る、うん、本当こうアドレナリンが出た状態の中で冷静さを、ね、はい、持ちながらプレーしなきゃいけない競技なので、はい、もう一息つくっていうのがねどれだけ大事か、大事か、本当なんですよ、やっぱ監督がいないんでね、はい、自分たちでどれだけ考えられるかですね、はい、さあ今北高校またドライブ、うわこれで17点、そして試合時間残り1分13秒ですが、北高校今17点、残り4点でノックアウトで21点に到達します、はい、ノックアウトあるかもしれないですね、はい、これ、
エンドワン、ショットクロックギリギリでの今のはすごいですね、素晴らしい、よく決め切りました、見えないところから、はい、これで1点入り8点、このフリースローが決まれば9得点目となります、はい、積極的に狙っていきたいですね、はい、リングをアルボラーダは、さあ残り1分切りました、17対9、北高校としてはノックアウト狙いたい、そうですね、どのように狙ってくるのか、おお、さあ外した、さあアルボは少しでも点を取りたい、いいプレーでした、さあ松崎選手の、いやでも、ま、だ今のも惜しかった、リング捉えてますからね、ステップバック、いや、さあ来たか、17対11、残り6点差、33秒、一気に、おお、ナイスルーツ、ナイスディフェンスだ、さあショットクロックは惜しい、まだあります、まだ得点、ね、これで18対11、アルボラーダはノックアウトされたくない、おお、いいブロックだ、ブロックショット決めてきた、なんとここで山本選手2ポイント素晴らしい、とどめの2ポイント、さあ残り8秒、これは決めに行くか、決めたい、やった、試合時間 2.7 秒を残して、はい、北高等学校21点を取りましてノックアウトで終了となりました、素晴らしい滑り込みですね、いやー序盤からねやっぱ名古屋北高校積極的にリングアタックして、はい、かなり得点を取っていたので、そういったところはちょっとやっぱこの20点まで届いたっていうのはなかなかすごいですからね、初戦で、そうですね、はい、はい、まあこうね見ている方々も非常に楽しかったと思いますけども、はい、時間も気にしなきゃいけない、21点も気にしなきゃいけない、そうですね、本当にこうアグレッシブな競技がスレックスリーでございます、はい、素晴らしい、おめでとうございます、はい、2試合目アルボラーダ U18 対名古屋北高等学校、北高等学校が21対11で勝利いたしました、ここからは、小休憩、少し休憩が入りまして11時50分から安城学園対高倉高等学校、また女子の部に戻っていきたいと思います、はい、はい、まあ、小休憩はね、またステファニー選手もまた何か出番があるのかな、そうですね、はい、まあ、うまく休みつつ、はいはい、会場を盛り上げてください、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんまたまた、そうなんですよ、夏ですね、今すぐでも書き込みたいところですけどね、我々もいやー、はい、ということですね、はい、あと今日こちらもアクティビティが、そうなんですよ、皆さんでも誰でも楽しめる、はい、こちらのブースも用意しておりますので、シューティングマシーンですね、シュートをこう10本打っていただいて、はい、10本決めるとマウリ姉妹のサイン入りグッズがもらえるということで、あら、はい、サイン入りグッズ、ね、はい、もうもらった方はいるのかしらね、10本中10本ですからね、10本中10本だ、10本中10本です、はい、去年でも1人出たんですよ、わずかに1人ということで、はい、そうです、ぜひ皆さんもそちら参加しながら最後まで楽しんでいってください、休んでいってください、はい、じゃあ我々も水分補給をしながら、はい、そうですね、はい、次のゲームを迎えましょう、はい、今しばらくお待ちください、お待ちください、はい、はい、ということで 3x3 マーベラス8、皆さん現在試合と試合の間小休憩ということですね、2試合終えてバチバチの熱い試合が行われております、この後ですね、また女子男子1試合ずつ試合が行われるんですが、その前にちょっと名古屋の面白いことということでですね、紹介させていただきたいことがございます、はい、こちら、スーイというですね、株式会社クリスタルさんの、出しておられます電動キックボードになっております、はい、
こちらですね、名古屋市を中心とした、移動モビリティということで、皆さんもしかしたら最近ちょっと見たことあるよっていう方もいらっしゃるかもしれません。この移動方法ですね、本当に近年皆さんよく使っている方増えております。名古屋市にも上陸しました。ぜひぜひこちらですね、乗り方も非常に簡単ですので体験していただけると嬉しいなと思っております。はい、まあ、自動車たちがいいね、本当に、バンプがこう段差があるところでも楽々と乗り越えていけるような設計になっておりまして、このスーイさん、名古屋市中でもですね多くに点在しておりますので、ぜひアプリを取って、移動手段の一つとして使っていただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。ちなみにですね、初乗り10分185円、それ以降はですね1分15円という非常にお安く乗れる乗り物ですので、移動手段の一つとしてはですね、はい、地下鉄もいいけど風を切って走りたいなーって時はぜひぜひ使ってみてください。ありがとうございます。それでは皆さん、次の第3試合第4試合もお楽しみに。もう本当にいつもありがとうございます。さあ皆さん、休憩存分にしていただけましたでしょうか。
第3試合マーベラス8始めていきたいと思います。 YouTube YouTube エブの部屋をご覧の皆さん、こんにちは。マウル姉妹プレゼンツ第2回 3x3 マーベラス8サポーテッドバイアイルエンジニアリング株式会社。会場は栄広場スにて、名古屋栄のど真ん中でモールテンコートを敷いて 3x3 大会を行っております。さあ少し小休憩を挟みまして、3試合目、安城学園と高倉高校の試合が始まります。高倉高校はですね、最初の、初戦をメリノールと戦いまして、勝利し2試合目となります。そして安城学園はこれが初戦1試合目となっております。さあここから3試合目からですね、マウリ姉妹の姉であるエブリン選手にと一緒にやっていきたいなと思います。はい、こんにちは皆さん、マウリエブリンです。はい、こちらには、はい、画面上には届いてますので、はい、エブリンの声は不安になりますよね、一瞬ね、これ見てそうなんですよ去年からですけど、ね、今日も昨年と引き続き、ゆるくエブの部屋で YouTube で配信をしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあエブリン、はい、夏休みから戻ってきまして、はい、いや本当にそうなんですよ。今年はなんと、はい、デンソーアイリスでプレーをすると。いやー、よろしくお願いします。デンソーカムバックダブルリーグ、カムバックダブルリーグですよ。いけてます、大丈夫、いけてる、大丈夫かそしてね、選手もしながら、ね、はい、自分の株式、バックドア株式会社も経営しつつ、ね、はい、そしてこういったイベントを姉妹で盛り上げていると、本当にバスケットのプレー、そしてプレー多方面で活躍をされているマウリエブリン選手でございます。ありがとうございます。もうね、夏休みめちゃくちゃ楽しかったんですよ。めちゃくちゃ楽しかったんだけど、やっぱりね、選手としてまだまだやれることがあるということで戻ってまいりました。なるほど。いやね、はい、こういうコメントもね、こう、エブの部屋だからこそ聞ける部分がありますので、ぜひ皆さん引き続き、はい、ご覧ください。よろしくお願いします。あとはね、やっぱりね、会場に来たいって思う人はね、ぜひ、栄広場スにて、そうですね、スリクスリやってますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。あの会場にはですね、食べ物も用意していますし、そうですね、なんとモルテンのシューティングコーナーも作っていて、なんとこれなんか得点があるとか、10本中10本決めると、うん、マウリ姉妹の、サイン入りグッズがですね、もらえるという。そう、去年は10本中10本決めたの1人2人ぐらいしかいなくてですねもうめちゃめちゃ難しいチャレンジ。私もアントで行こうかなやばい、それ決められる絶対決められてしまう。さあ、それでは3試合目やっていきましょうか。はい、まず今選手入場をやっております。はい、吉岡美咲、ナンバー6大越いずみ、ナンバー4佐藤ほのか。さあ、ただいま MC 櫻井さんの、はい、声かけで選手が入場しております。はい、いいですね、安城学園、これが初めてのゲームですからね。フレッシュ、ナンバー7灰谷優塚、さあ両チームが入場しました。第3試合目は安城学園対高倉高等学校。高倉高等学校は初戦の試合でですね、見事勝利し、特にですね、ニコリー選手、6番の水のユニフォーム着たニコリー選手、はい、なんとブロックショット3本。いや、すごかったですね、はい、連続ブロックと得点もほぼ決めていたという、すごいパフォーマンスを見せておりました。さあ初戦となる安城学園高校、はい、はい、緊張せずに ねみんなプレーしてほしいです ねそうなんですよね、まあ、最初だからね、ちょっとやっぱどういう感じでやるのかっていうのが、まあ、一歩高倉高校がリードしてるっていうのはあるかもしれないですけど、うん、いかにフレッシュな安城学園、足を動かして点取るかですよね、はいはい、そうですね。さあいよいよ始まりますが、
コイントスをして攻撃権を選択をしたんですが、はい、最初のオフェンスは高倉高校からですね。高倉高校からスタートです。いや笑顔が絶えないですね、両チームとも。さあどういうオフェンスを最初高倉高校見せていくのか、はい、もう 3x3 チックなフォーメーション。いやナイスドライブ。さあ最初のシュートを決めました、灰谷選手、7番の灰谷選手です。いやいいシュートですよ。さあ展開が早い。おお早い。おどちらのファウルだ。あおニコリー選手のオフェンスファウル。今8番の安城学園の8番吉岡選手よく守りました、うん、そして安城学園のチェックオフェンスからです。今いいディフェンスでしたね、うん、まあ、あのポストのところを、ね、守らないと安城学園は厳しいので。確かに確かに、はい、一回見てたからね、はい、そういう分にあれスカウティングできてるかもしれないですね、うん、こういう、ね、対応力も身につくのが 3X3 の良さですよね。間違いないです。あのいろんな意味で対応能力、ね、必要だと思いますので、はいはい、あの私の口の、ね、あの回るかどうかっていう対応能力もちょっと、ね、必要かなと思いますので、ね、頑張っていきたいと思います。やったですね。皆さんあのマイクパフォーマンス、この回る時間のマイクパフォーマンスはこれはもう才能です。これはもういや本当に彼女たちのマイクパフォーマンス、これ皆さんあの髪ないですからね、全部アドリブでヘイヘイヘイって入っていくんですよ、このマウリ姉妹。ただ勝手に、ね、勝手に一人喋り始まってるみたいな感じになってますけど、マーベラスですわマーベラス、ありがとうございます。いただきましたマーベラス。さあ高倉コンボ3点目もドライブで決めてきました。灰谷選手ですね。そしてまたスティールをして高倉ボール、うん、そしてニコリ選手のポストアップ、おミスになりました。もうナイススティール。三条学園ファーストショット決めたい、うん、さあ来た、ツーポイントどうだ、うん、惜しい。あ惜しい。8番の吉岡選手ですね。さあポストデース今頑張ってますよ。なのでドライブが多い。ナイスアタック、そしてナイスブロックでした。今ドライブでファウルをもらったのは筒井夏樹選手12番、うんうん、フリースローとなります。まあこのはい、このフリースローはワンショットになります。ワンショットのフリースローですね、はい、5人制打にツーショットになると思いますが、はい、こちらはワンショットです、ね。まあ、なんかこうやって、ね、やりながら 3x3 の、ね、ルールも覚えていってもらえると嬉しいですよね、見てる皆さんに、はい、そうですね、はい、そして攻守交代、攻撃権をもらうときは必ずアークの外、ツーポイントラインの外に出なければ攻撃権を与えられません、うん、さあそこから惜しい惜しい、うん、おーファウルになりました。この試合はちょっと早めからファウルが鳴っております。うんうん、白熱した、ね、試合が、ね、続いてますね今ね。そうですね、はい、まあ、あの安城学園は、ね、高さの部分で負けてしまっているのでこのファウルをうまく使いたい、はい、なるほど。さあ2面ゲームから残り4秒3秒ナイスパス、ニコリ選手の合わせ、いいパス、うん、いやいい、おっと大丈夫か、残り2秒、それでも、おさあ攻守交代、ここ安城学園も守りたい、高倉高校中使ってきますね、いいよナイス、ニコリー選手、ニコリー選手も合わせよし、攻めよし、ファイヤーですねナイスリバウンド、リバウンドもよし、リバウンドもできるという、どうしますか、シレクスマーベラス8で世界に飛び立っていく選手が生まれたら、はい、いやニコリー選手あのぜひマーベラス8のおかげって言ってほしいなと思います野望がダメ押しの2ポイント、これで7得点目、永田選手ナイス、いやオンザファイヤー高倉高校、うん、さあもう一度高倉のオフェンス、残り5秒、いやー止まらない、連続2本目、灰谷選手連続2ポイントです、すごいですね、9対0安城学園、これ点を取りに行きたい、1点でも OKOK、まあ、こういうのでも、ね、いいですよね、うん、しっかりとファウルをもらっていきました、はい、4番の佐藤ほのか選手のロールターンからのシュートファウルでワンショット、さあ点数を、ね、積み重ねていきたいですね、ここからね、そうですね、まあ、試合時間も残りまだ7分10秒ありますから、うんうん、このスコア全然大丈夫です、全然大丈夫です。さあファーストショットはフリースローで決めました安城学園、
まあただね、乗りに乗っている高倉高校、ナイスパス。練習してきた高倉、ね、これは、そしてブロックショット、筒井選手からのニコリー選手のパスでしたね、素晴らしい。ちょっとニコリー選手どうしましょう、どうしましょう、ちょっとスカウト来てますかね、今日ね、マウリー姉妹からのスカウトも来るかもしれないですよ、これね。何のいやない、OKOK、うん、さあ、アウトオーバーンズで一度プレーが止まります。この間に選手交代ができます。うん、安城、ちょっともう1点欲しいですね、ここはね。さあ、守りたい安城学園。そうですね、またポストアップ、そしてパスを出す、フリーで2ポイント。いやー、決まる、決まる。止まらない、13番、永田ひな選手。すごいな。超 3x3 出ました。マウリステファニー、はい、超 3x3 です。皆さん、さあこのショットは、ここは、まあ、高倉ディフェンスも吉野、うん、ショットクロックオーバータイムを狙い、安城学園が今苦しんでおります。さあもう一度高倉ボール、さあ安城学園まずはディフェンスからね、流れを作りたい。これはもうそしてノックアウト見えてきちゃうよ、これで13点目、まだあと6分あるけど13点、このペースはすごいですね。そうですね、ね、なおかつね、安城は得点をね取っていかないとね苦しいんですよ ね、そうなんですよね。まあでも初めてのゲームだとね、アジャストがなかなか、そうなんですよ、難しいですけど、なんとかね自分たちでコントロールしていきたい。さあ高倉高校の猛攻撃をかわして安城決めていきたいが、さあまだつないだよ、ナイスリバウンド、お、ナイス、いやーナイス。さあポストプレーからしっかりと決めて13対2、こっからねリズムに乗っていきたい、乗っていきたい。12番、さあナイスリバウンド取りたい。さあ安城学園取りました、選手一度外に出す。さあこっから得点を取りたい。さあさあ2ポイント、いや、さあ来ました初の2ポイント、これで4得点、13対4、少しずつ追いついております。いや今の2点大きかった、ブロックショット、8番吉岡選手ですよ、いやいいですよ、乗ってきた、ね、そしてこれ乗ってきましたね、4番の佐藤穂香選手、さあ乗ってきた、乗ってきましたよこれ、おお、それでも返す、さあ負けじと高倉14得点目、灰谷選手返してきますね。さあボールが止まった、残り2秒、どうする、あーナイスディフェンス、さあここはショットクロックオーバータイム、13番永田選手ですね。さあここで選手も変わりまして、残り試合時間4分31秒、14対5となっております。さあ会場では、そしてまたオフェンスは高倉高校、ね、会場では DJ の方がもうバチバチにかっこいい音楽かけてますから、そうですね、はい、さあ MC の掛け声と DJ の演出の中で選手たちがプレーを繰り広げております。最高です、名古屋栄ど真ん中の三越前広場ス 3X3 マーベラス8は行われております。まあね、そろそろお腹も空く頃になってきましたが、そうですね、今回はね、こうインディアンズステーキハウスさんもスポンサーになっていただいて、そうなんですよ、今年はですね、はい、もうぜひステーキということで、はい、ステーキ好きなマウリー姉妹インディアンズさんにもお願いしたいということですね、名古屋初のステーキハウス、うん、いやインディアンステーキさんに、またもう一つ、はい、キックボードも、あ、そうですね、はい、はい、あのスーイさんっていう、はい、スーイっていうあの、うん、株式会社クリスタルっていう会社さんがですね、うん、名古屋初の電動キックボード、はい、お、名古屋初、はい、そうなんですよ、あの東京だったり大阪ではもうすでにね、はい、あのキックボード導入されているんですけど、はい、名古屋はなかなかこう、おー、エンワン、さあダメ押しのエンドワン、さあ7番相谷選手、素晴らしいタイミングです。まあ、ぜひこのキックボードも、はい、会場に準備されていますので、ね、はい、見ていってほしいですよね。さあ灰谷選手のワンショット、これは外す、アウトバーンズになりましたが、安城学園ボールになります、はい、残り3分55秒、16対5、まあ、まず10分のゲームなんですが、スレック3はルールの中で21点選手ノックアウトっていうのがあります、うん、そうなんですよね、なんと高倉はあと5点でノックアウトがあります。安城学園はこれを守らなければなりません。このペースだったらありえますからね、ありえます本当に。
さあ守りたい、これも通る、来ちゃう、ニコリー選手、おっと、ただまだ続いておる、これ2ポイント、ナイスリバー、うわー、さあ猛追を防ぎたい安城学園、安城学園粘ってるが、また高倉ボール、ねー、まだ攻め込まれるという、はい、ショットクロック10秒から、さあ守りたい、この暑さね、ナイスアタック、いやこれも灰谷選手、いいですね、身長も171センチありながら、いや本当にあのドライブもできて、うん、武器ですね、ナイスリバウンド、さあまた高倉がつなぐ、オフェンスリバウンド何本取ってるんだ、さあ中ニコリ選手また狙ってますよ、中フレアスクリーンから、おー、いやー、さあ安城学園高等学校守りました、いいペース、いいペース、安城頑張れ、ここ1本取りたい、ね、1本取りたいですね、安城はね、さあ少し曇りになってきて、あ、この曇りめちゃめちゃ嬉しい、ボールが繋がらない、一旦この曇り嬉しいな、ね、嬉しいね、もう少し続いてほしいですね、もうちょっと続いてほしい、はい、ショットクロック5秒で安城学園ボール、さあこれ決めよう、安城決めたい、繋いで来い、いや惜しい、さあリバウンド取ったな、高倉、3x3 はね、あのボールの重さも違いますからね、またね、そうですね、ボールのサイズは659、うん、そしてサイズ、はい、重さは759となっております、ね、そう、まあ、外でやる競技なので、うん、重さとあと少し厚めのボールとして作られています、はい、まあ、それがないとね、そう、外でやると風に煽られたりとかいろいろあったりするので、それも調整しながらの 3x3 ですからね、はい、いやさあ決めてきた、左ドライブ8番、吉岡選手ですね、はい、吉岡選手いいですよ、これで6点目、さあニコリー選手、おっと、お外してくれた、これもご愛嬌、まあこれはさあ2ポイント来ちゃう、オンザファイヤー、吉岡選手2ポイント、これで8得点目、そしてミスを誘発、もう一度、これちょっとなんかまだ分かんないな、分からないよ、全然分かんないっすね、試合時間残り1分45秒、いやこれが外れた、さあ高倉ボール残り4点でノックアウト、いやーうまい今の、ナイスリバウンド、リバウンド取りますね、13番永田選手、その位置から、さあ三条学園守りましたよ、さあ早い時間で得点を重ねたい、1本欲しいですよね、1本決めたいな、いやうまい、うまーい、いやー思わず立ち上がっちゃったよ、ちょっと私とエブリン立ち上がっちゃいました、佐藤ほのか選手のいやーからのやり返した、筒井夏樹選手、さあノックアウト見えてきた、いや決めた、それを決めたぞ、そうはさせないと、あと2点でノックアウトだ、守りたい安城学園、守りたい、2だけはダメだ、いやーナイスリバー、さあこのハラハラするのもスレック3、あさあいやさあ吉岡美咲やり返す、安城はそうさせたくない、あと30秒、わあフレアスクリーンで、うーおーナイスディース、安城はノックアウトはさせたくない、来い、いや、いや最後までボールを追ってくる素晴らしい、さあ佐藤ほのか選手、うーん外してしまう、これでさあ残り10秒、見えてきたノックアウト、見えてきたけどどうする、どうする、パス出して4秒、あと3秒、これ外し確実に、さあ決まりましたね、試合19対10で高倉高校の勝利です、いや安城学園惜しかった、惜しかったですね、うん、終盤のね追い上げ惜しかった、いや途中でねアジャストできてたから、うんうん、まあ、どれぐらいこう進めれるかなと思ったんですけど、やっぱりリバウンド取って強かった高倉高校、素晴らしかったですね、はい、いや非常に惜しかったです、3試合目安城学園対高倉高校の試合、19対10で高倉高校の勝利です、はい、おめでとうございます、はい、そして次の試合はですね12時10分から5分後ですね、はい、桜ヶ丘高校対名古屋北高校、はい、男子の試合に入りますということでですね、次の解説ステファニーに代わっていきたいと思います、
はい、エブリン選手、また引き続きちょいちょい戻ってきていただいてもちろんですよ、はい、引き続き、ね、私たちも倒れないように気をつけていきましょう。ですね、ですね、ぶっ飛ばしてますので、はい、今、はい、はい、よろしくお願いします。はい、またお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。もはやこの大会のために仕上げているって人は思えるこの垣間見えましたね。素晴らしいゲーム、ね、3x3 が本当に、さすがだな。よくプロで見るプレーがたくさん見えてましたからね。あの本当ですよ、はい、ちょっと見習いたいですOK、 それでは次のゲームに参りましょう。ネクストゲーム、まずはこのチームの登場です。男子の部参りましょう。ティーム桜ヶ丘高校ナンバー9平良俊也、ナンバー12橋本武宏、ナンバー11立山幸樹、Let's go! ナンバー10松井海里、対するは名古屋北高等学校ナンバー9木村壮太、ナンバー5山本作人、ナンバー4佐藤亮也、イエーイ、ナンバー8渡辺明人、参りましょう。桜ヶ丘高校レッドグリーン、名古屋北高校のゲーム参ります。見せてきますね桜ヶ丘OK、 両チームウォーミングアップスタート。最高、さあ YouTube エブの部屋をご覧の皆さん、マウリ姉妹プレゼンツ第2回 3x3 マーベラス8サポーテッドバイアイルエンジニアリング株式会社、会場は栄広場にてモルテンコートを設置し 3x3 のイベントを開催しております。いや本当に天気もいい天気に恵まれ、まあ、ちょいちょいこう曇りの中、選手たちもいいコンディションの中で今のところやれていると思います。第2回目の YouTube 解説も、私 W リーグ理事を務めています、イジュが務めます。よろしくお願いします。まあ、本当こうゆるい解説の中、会場に来れなかった方々は YouTube をご覧になっているかと思いますが、午後の部からはですね、ゲストの方々にも来ていただき、また試合の中では馬瓜姉妹が交代ずつで代わり番号で一緒に試合を盛り上げてくれています。引き続きどうぞよろしくお願いします。さてここからの試合は、桜ヶ丘高校対名古屋北高等学校、画面上を見ますと、水色のユニフォームが、北高等学校、そして赤のユニフォームが桜ヶ丘高校です。桜ヶ丘高校は、この試合が初戦となります。さあちょっとね太陽が出てきましたけども、秋田からサプライヤーされているユニフォームが非常に映えております。とても可愛いユニフォーム、そして私たち解説や馬瓜姉妹も秋田のウェアを着て、イベントを盛り上げております。どうぞよろしくお願いします。さあ4試合目、まずこの試合で午前の部が終わります。そこからこの試合が終わるとお昼休憩が入り、まあ、子どもバスケ教室、そして T シャツトス企画と、そういうのが待っております。さっきのダンクは見れるのか。さあ桜ヶ丘高校対名古屋北高校の試合がそろそろ始まりますが、まあ、コート上では馬瓜姉妹の姉であるエビリン選手、そしてバスケットマン桜井、 MC の桜井さんが盛り上げております。それではこの試合ですが、またステファニーに戻ってきていただいて一緒に盛り上げていきたいと思います。ステちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやおぶね、始まってますね。いやもうね、昨年よりもレベルが上がりまして、はい非常に楽しいですね。これはちょっと見応えある、ガチの 3x3 ですよ。もう、超 3x3 です。はい、さあ午前の最後の部見ていきましょう。はい、最初のオフェンサー北高校から、はい、これはレベルの高い試合が期待されますね。まあ、北高校はね一度試合をして勝ってますから、はい2試合目の入り、
いやさすが入りから山本くん。いやそうですね、素晴らしい。もうちょっとオンファイアしちゃってますね。素晴らしいです。うおー、ヘジテーション。いやさあもう一度北高校ボール、はい、通面ゲームから、うわうまく引きつけてのパスでしたが、裏から行こうとしましたね今、はい、12番の橋本選手しっかりと守って、はい、まあ、ショットクロック7秒、また北高校ボール、どこから来るのか狙ってきた。さあ2番の繰り返しで、さあ桜川湖高校ボール、グッティー、グッティー、あーと、うん、こちらはエアボール、素晴らしい、まあ、やっぱね外でやってますので少し風の抵抗も受けつつ、そうですね、またね角度もありますから、はい、いろんな調整力対応力が必要になってきますね。そうなんですよ、やっぱ 3x3 といえば、おお、なんと桜川高校チェックボール、どんなフォーメーションだ、見せてきた、今の素晴らしかったな、アリウープですね、アリウープ、はい、最後はタップシュートですが、しっかり狙ってましたね、はい、立山君のシュートでした。さあここ北高校やり返すか、一本狙いたいですね、ショットクロック5秒、さあナイスリバウンド、さあ攻守交代、桜ヶ丘、いやこの桜ヶ丘の橋本くんのリバウンドがね、おっと1対1、いいです、うおー、いい、素晴らしい、レックスルービトインザレックからの1対1、11番の立山くん、うん、山本選手外した、さあさあもう一度、うわ、いや、惜しい、見せますね立山選手、さあ、おそして松井くん、なんだそれは、いや素晴らしい、これが初戦とは思えない、松井、わ、日本ね、やり返した、さあすごい、おお、決まる、パフォーマンス好きですよ、ちょっとあの褒めたいプレーが多すぎて追いついてません、追いついてません、こちらちょっとうわーしてて観客側の反応になっちゃってますけど、ただただうわーって言ってるこれは YouTube エブの部屋でただうわーって言ってる、うわーだけですよ、今始めた方何が始まってるんだっていうさあこれ N1 決めまして立山選手2点プレーとなりました、素晴らしいですね、5対4桜ヶ丘1点リード、さあ、おお、神の左手、神の左手、8番の渡辺くん、はい、ノーウェイ、いやちょっとちょっと、松井くん、松井くん去年もそしていましたよね、そしてあのまディフェンスがいないから、いやちょっと緊張しましたね今、今キャッチアンドショットの前に一回シミ入って打ったけどね、はい、4番佐藤やばい、そうね、シミからシミやって外したらマイナス1点ありだと思う、あ、おおおおおお、さあさあ、いや間に合うか、いや見せたけども惜しかった、いや見せてきましたね、あれはいいね、お互い分かってるね、本当ですね、ちょっとストリート感が素晴らしく高い、なんと、いや、ちょっと間に合わなかったですね、いいですね、お互い1対1見せながらキックアウトパス、はい、煽り合ってますね、煽り合ってます、これはさあ煽り合ってますが、まだあと7分9秒あります、ずいぶんと濃い2分3もう3分間が、おお、2度目のこのフォーメーション、いや、これいいですね、そうですね、もらいました、松井くん、立山くんのコンビプレーいいですね、素晴らしい、さあ北高校ボール2点、2点リード、いいディフェンスだ、グッディ、いいディフェンスで、いやー、いい、見ました皆さん、立山選手のビハインドパス、いやー素晴らしい、さあもう一度、いやさあ、かっこいい、桜川高校3点リード8対5、はい、追いかけるのは北高校、さあ北高校もね、ここ一本ディフェンスですね、そうですね、おお、グッティー、グッティーだけど打ってくる、今のはパスでしょうか、うん、わざと外したのかな、12番の橋本選手は、ダブルチーム、いやー、おお、使うんだな、あのレイアップ
知らなかったぞ。いいです。ちょっと乗ってますね桜ヶ丘。乗っちゃってるわ。え、今日パフォーマーで呼んだの？プロチームの方。おーおー、やってますね。これやってますね。さあ負けるな、負け、おお、負けるな。惜しい惜しい。おお、煽ってるぞ。おお、一旦プレート見る。これはこれは見せつけちゃってる。これはやっちゃってますね。ストリートボールやってる。おお、いい、おお、おお、意味わかんない。感想が意味わかんないです。これはかっこいいですね。ディフェンスも熱い。さあここはやり返したい。ここはやり返したいですね。初戦は勝利した北高校見せられちゃってます。いやー、これはすごい。桜ヶ丘高校に押されちゃってます。そうですね、ちょっと雰囲気が、うん、ちょっと応援団も元気出してほしいですね。さあ松井選手、おお、ボール持ち替えちゃった。あそこから決めてくるんだ。さあ残り5分23秒13対5。だいぶ点取ってきてますね。さあ追いかけたい北高校。はい、さあ狙ってくるか。さあ いいよ。そうやられっぱなしはいけない。山本咲也選手、やり返しましたね。まさか出てなかった。なんと立山君うまい、見ます。イエー、ただやり返す山本選手。15対8、いいテンポですねこれ。おーおーおー、あーおー、いやー、いやー、見せてきます。楽しめますねこちらも。あと、ここはファール。ここシュートファールでプレーが中断します。はい、桜高校高校、まあ、見せてますがファールもまだ1回と余裕が非常にあります。素晴らしいですね。ここまでいい戦いというか、もう、はい、面白い戦いというか、はい、ゆとり世代、ゆとりチーム。ゆとりのある桜高校です。ゆとり世代なんでしょうか。あ、私ぐらいなんで多分。何世代ですかね、これ。今何ですかね、悟りとかですかね。悟りプレーも悟れちゃう。悟れちゃう、はい、素晴らしい。おー、フェイクを入れて打つのか。北高校残り5秒、狙ってきた。おっと、まだ繋いでます。はい、決めまして15対9。さあここで松井くんが早すぎて、いいシュートだ。ナイスリバウンドです。まだ名古屋北一本守れば。さあ立山くん、おー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 おお、いやー、素晴らしいですね、うん、楽しんでますね。楽しんでる。そしてよくわかんない。よくわかんないんですよ。もう何がありましたかって言われても答えられはしません。いやー、4番佐藤亮也くん来ました。2ポイント、サオラレシュート決めましたからね。6点差。さあ、おー、これファール。そうね、ファールでやっぱ止めたいですね。そうですね、ちょっと前にファールをして、うん、ここはやっぱ桜ヶ丘がね、こう気持ちよくプレーしてるんで、一回プレーを止めるっていうのはありだと思います。そうですね、はい、1個ずつ1個ずつ切って、はい、ディフェンスを頑張っていくという、はい、おー、あー、惜しいですね。まあ、これもプレー止めました。まあね、今乗ってる立山くん止めたい。そうですね、ちょっとやられてるときついですからね。はい、そしてあと4点で21点ですから。あと、おっと、やりすぎたか、ちょっとこれもご愛嬌。はい、立山くんご愛嬌、うはい、見せますね。はい、さあどう来るのか。やられた分を返す。さあ残り4秒。そうです、そうです。いいディフェンスだ。さあ桜ヶ丘高校ボール持っております。いい、決めてくる。12番橋本武尊、最後の右手ですね。これで18得点目。さあノックアウトも狙える範囲に来ました。おお、さあまた桜ヶ丘ボール。惜しい。ボールを持ってるのは9番平俊也。さあ、おお、体を使って、さあショットクロック3秒だ。打ってくる、片足シュート、ナイスリバン。さあまたリバウンドつなぐ橋本選手。いいリバウンド、
さあ指示を出して。さあアイソレーション。おー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 。ちょっと今のは頭抱えますね。惜しい。ここは行きたいですね。名古屋来た。ほぼ届いてました。平俊哉選手を見せました。さすがです。いやー名古屋来たもやってくる。惜しい。ここ一本守りたいですね。いやー、いいですか。リバウンド外した。さあ残り2点です。ノックアウトだ。どうなる。まさかのラストショット、橋本武尊12番。いやー素晴らしいですね。ラストショット2ポイントを決めて21対11、ノックアウト勝利。やばいです。やばい。君たちやばいよ。君たちやばいよ。総立ちですねこれは。あ、レフリーもハイタッチ、はい、レフリーもハイタッチしております。レフリーも流れに乗ってよかった。素晴らしい。これぞ 3x3、はい、さあ午前の部第4試合目が終わりまして、なんと第4試合、はい、いや第4試合目がすごくよくわかんない試合になっちゃってるこちらもちょっと追いつけない、解説追いつけない感じでしたね今。そうですね。いや桜ヶ丘高校対名古屋北高校の試合、はい、なんと桜ヶ丘高校が初戦でしたが21点ノックアウト、はい、そして見せるや見せるや。いやちょっとね序盤は結構名古屋北高校押してるのかなというふうには見えたんですけども、はい、やっぱり全てやり返してきましたね、はい、そして何よりこれで1勝1敗になったんですよ名古屋北高校。そうですね。そうそう、今2勝っていうチームがあの女子の武士か高倉高校以外が、はい、あの1勝1敗のチームがいると、はいはい、そういうことですね、うん、これはまた楽しい試合がまだ期待できますね、また、はい、そして今コート整備をしながらここからまあお昼休憩になりました、はい、ちょっとここからのタイムスケジュールを説明させてもらいます、はい、12時半からお昼休憩入ります、はい、ここでねマウリ姉妹たちもしっかり休んでください、はい、そして1時10分からなんと子供バスケ教室マウリ姉妹がバスケ教室を行います、はいはい、これどうですか意気込みは。この意気込みどうですかバスケ教室さん。もう子供とひたすら戯れる。そうですね、やっぱりねこういう機会ってやっぱコロナ禍終わってからなかなかねまだ復活してきてるところがないんで、やっぱ子供たちにしっかりと触れ合っていろんなことを教えられたらと思います、はい、そしたらちょっとステファニーはここから会場の方に行きますので、はい、戻ります。よろしくお願いします。そして会場ではお昼休憩の中で芸人のクマムシが来ております。クマムシが来ております。はい、会場では試合以外のない時間でも素晴らしいコンテンツを用意しております。ぜひ配信をご覧の皆さんお楽しみください。それではまた後ほど。最高じゃない。最高なんだよ本当に。いやもう本当ありがとうございます。いやありがとうございます。うわすげえ。ありがとうございます。会いたかったよ本当に。いや嬉しい。会いたかったよステファニー。会いたかったです私も。素晴らしい。ここで友情がなんかね。はい、ということですね、はいはい、あのクマムシのお二人もバスケット大好きということで、はい、めちゃくちゃ好きです、うん、そうなんですよね、ダブルリーグとかBリーグとかのダブルリーグの試合も何回も見させてもらってますし、はい、いやそうなんですよ、うん、すごい。でいや、はい、Bリーグもここ名古屋じゃないですか、はい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 、だからみんな結構ドルフィンズファンの方が多いのかな。あ、そうですね、確かにね、ドルフィンズファンとかね、いらっしゃいますよね、はい、僕らはね、はい、今富山県で結構お仕事やることがあって、はい、富山グラウジーズ、はいはいはい、そのグラウジーズをすごく応援してるんです。いやそうなんですね。いや僕はでもドルフィンズですよ。いやありがとうございます。絶対名古屋ドルフィンズ。ありがとうございます。名古屋ドルフィンズ最高。いやどっちかっていうとこっちが富山出身なんだけど急に名古屋人になっちゃいますけど。なるほどね。止まっちゃいますね。いやでもいかがでしたかちょっと見ていただいて。いやめっちゃレベル高いなと思って、うん、で今、はい、男子の勝ったチームの背番号9番の子なんて、ね、さっきちょっとお話ししたら、はい、なんかもう来年から僕はアメリカ行くんですって言って、すごい。もう本当将来のプロキャリア目指して修行しに行くっつって。マーベラスエイトから、いやもうまさかのアメリカがそう出てくるとすげえ2人やっぱ同じリアクションするんですよねえ、ま、いやいやまあ言ってましたよ。はい、素晴らし
かったですからね。まあなんかバスケやりたくなっちゃったね。そうだね。いやでもいけてね。なんか今のエブリンなら俺たち勝てそうな気がするけどな。全然負けない気がするけどね。余裕で勝てそうな気がする。勝てちゃう。ちょっとじゃあ、はいはいはい、勝負します。おお。勝負だ。せっかくなんで。マウリ姉妹と勝負。おお。いいんですかそんなこと言っちゃって。いやもちろん。嬉しい。どう。マウリ姉妹との勝負見たい人。クマムシが勝つぞって思う人。あれ。マウリ姉妹が勝つと思う人。いやー、なんかこういうわけでもないな。ゴムゴムということで、ね、どういうルールでやりますか。いや、はい、だからもうお笑いの勝負やりましょう。お笑いの勝負、フリースローじゃなくて、いやいやいや、一発ネタの勝負、ええ、はい、もうあの、はい、キングオブコントの予選だと思って。なんでだよ、ガチだ、バスケの選手なんだから、ガチのやつだ、はい、どういうふうに、じゃあ、はいはい、2人が、はい、交互にフリースロー打つんですけど、はい、僕たち、はい、変なことやって邪魔しますんで、はい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 、それでどっちが、はい、多く入れれるか。なるほど、やりましょう。どっちがってことね。そうそうそう、なるほどなるほど、そういうことか、うん、バスケとお笑いの対決ね。そうね、新しい、笑わしと俺らは邪魔をするということだ。新しい対決をやるってことですね。で、先に3点決めた方が勝ちにします。わかりました、わかりました。受けて立ちましょう。オッケー、よっしゃー、よーし、じゃあ皆さん、なんかすごい盛り上がりそうだぞ。まだまだ見てってくださいね。よろしくお願いします。オッケー。あー、変な戦い挑んじゃった。変な戦いだぞ、変な戦い挑んじゃった。なんだこの戦いは。大丈夫か。俺ら自分で言っといてすげー変な空気になったらどうすんだよ。大丈夫か、大丈夫か。ありがとうございます、クマムシのお二人、はい、ここからは私、MC バスケットマン桜井がルールをご説明させていただきますね。はい、整理しましょう、ルールを、はい、今の皆さんのお話からまとめますと、うんうん、ここからお二人が交互にフリースロー1本ずつ打ちますが、はい、その間にクマムシのお二人が完全に笑わしにかかるということですね。そういうことですね、はい、もしシュートが決まればマウリ姉妹に1点、外れればクマムシのお二人にワンポイントという形にさせていただきます。よろしいでしょうか。わかりました。 OK です。ルール説明ありがとうございます。ではね、ただ自分たちで言ってるって何なんですけど、はい、なんかこっちのハードルがだいぶ上がってる気がするんですよ。いやいやいや、もう、ね、大丈夫、お前がやりたいって言ったんだから。お互いの土俵で戦っていただくという感じでしたね。まあそうですね、確かに、はい、うわ、やっぱこう向かい合うとすごいっす ね、なんか迫力がある。やばい、いやすごいわ、はい、いやもうでも負けませんから、お笑いには負けませんから、皆さんのパワーください、お願いします。 OK。ではこの勝負3ポイント先取でこの決着と参りましょうか。よし、決めればマウリ姉妹に1ポイント、外せばクマムシのお二人に1ポイントというルールでございます。よし、絶対勝つぞ。それではタイトルコール、笑っても決めろ爆笑フリースロー対決参ります。大きな拍手を。それでは1本目よろしいでしょうか。はいはい、先に僕らが何かやるってことですね。そうですね、OK、ですじゃあタイトルコールいきますのでいいですか。はい、はい、では笑っても決めろ爆笑フリースロー対決1本目参りましょう。3、2、1、どうぞ。それではまずは小手始めに、おいつもの僕たちといえばのやつやらせていただきます。はい、はい、行きましょう行きましょう、はい、ちょっと熱いけどね、いきますよ、うん、特別なスープをあなたにあげる。おおおお、食べてる食べてる、すごい、やり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 ノー、やったやった、ポイントがクマムシに入ります。聞いてる聞いてる聞いてるぞ、だいぶ聞いてるぞ、聞いてるぞ、いいね。やらんのかーいの声は名古屋に響き渡った気はしたけども、聞いてたぞ、オッケーオッケー、いい調子だわ。あの、あったかいとか通り越して暑いんですよ。ごめんなさい ね、暑い中ね、まずはそこだったね。めちゃめちゃ面白かったそれが。ありがとう、オッケー、ちょっと待って、次ステファニーか。さあ相方何行く、次ステファニーね、さあ何行く相方。オッケー、はい、よろしいでしょうか。はい、オッケーです。じゃあ2本目参ります。
笑っても決めろスロー対決2本目、3、2、1、どうぞ。それではイリュージョンタイムです。イリュージョンタイム、はい、こちらのアイマスク見ててください。アイマスク、ちょっとマイク持っといて。はい、アイマスク持ってきたんだ。え、ちょっと本当に意味わかんないから。いや、クロちゃんなっちゃったよ。なんなのこれ。クロちゃんなっちゃいましたよ。ちょっと助けて、助けてあげて。どうぞはいどうぞ、はいどうぞ。ねえ、ボール飛んでくんの怖いから本当に見えてないですよ。どういうこと。クロちゃんに当てないでね。ちょっと当てないで本当。やったー、効くね効いてるね。やばい、いいですね。やばい、ちょっとちょっと大丈夫。余裕、やばい。これは勝っちゃうぞ。クロちゃん来ると思わなかったまさかまさかのそっちのイリュージョンですね。そっちのイリュージョンよ。クロちゃんにすぐ慣れるからね、うん、大丈夫ですか本当。いや大丈夫ですよね。大丈夫です。ちょっと3点どころか1点も決められない可能性出てきますよ、はい、これはもう余興ですからまだ遊びですね。まだ遊びです。なるほどね。オッケーオッケー。アップですわ今の。さあ次どうする。はい、3本目ですね。ちょっとね、そう、俺らもだんだん追い込まれてくんだよ。そうなんだよこれね決めないと俺らが追い込まれてくからね3本決めてくれないとちょっとじゃあ、はい、軽いやつやってみようか。軽いやつ、オッケー、軽いやついこう。軽いやついこう。軽いやついこう。よし、さあまだまだたっぷりネタを我々も楽しみにしておりますので、はい、しっかり決めていただいてよろしいですかはい、OK です。では参りましょう。笑っても決めろ爆笑フリースロー対決3本目、3、2、1、スタート。じゃあエブリンが打つ前に俺も先に打とうかな。よし、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 自分シュートおーおいい感じ。 DJ 音楽止めないで、うん、DJ 音楽止めないで今聞いてるよ。 DJ 音楽かけて。俺がボールだった俺がボールだったと。あーオーケー。あー確かにようやく一本目、まあ、今のは確かにねちょっと弱すぎたな。ちょっと俺らも別にちょっとさ、いやいや、そういうつもりでやったし自分シュートは。そうそうそう、別にね笑わせに行ってないし、いや結構強烈めちゃめちゃ面白いじゃないですか。ちょっとオッケーオッケー。どうしよう、聞いてるよ聞いてるよ。ステファニーね。ステファニー、さあステファニー行こう。さあ何行く。ステファニーはじゃあちょっと決めてこう。はい、わかりました。オッケー、大丈夫です。オッケー。さあ注目の4本目でございます。準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。行きましょう。笑っても決めろ爆笑フリースロー対決4本目、3、2、1、どうぞ。ちょっとステファニーにはちょっと恥ずかしいだけど、ちょっとステファニーだけ特別に見せてあげるね。何を特別に見せんだよ。ちょっと今日の僕が履いてるパンツなんですけど。パンツ、いや大丈夫、はい、あのすいません、ここに手書きのキティちゃんあります。なんで手書きのキティちゃんのパンツ履いてんだよ。手書きのキティちゃん、なんで手書きのキティちゃん書いてきてんだよ。手書きのキティちゃん書いてます。なぜか客席から可愛いという声が、はい、すごいです。可愛い、可愛いコールが出てます、はい、これ見ながら打ってください手書きのキティちゃん、はい、キティちゃんが見てますよ。どうぞ。手書きのキティちゃんが見てます。ステファニーのことを。うわーい、イエーイ、いいね。手書きのステファニー、はい、手書きのキティちゃん撮ってあげてください。カメラマンさん、ステファー、はい、手書きのキティちゃん写してあげてください、はい、ステファー、はい、カメラにあげてください。手書きのキティちゃんです、こちら。今日の行きの新幹線で書きました。他に手書きのキティちゃん写真撮りたい人手挙げてください。行きの新幹線で書きました。大丈夫ですか、いらっしゃいませんか。はい、なんか斜め上で作るんですよね自分の時そっちかみたいなよし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 。いや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 、でもこれ今ルールだと1、3で熊虫ね、うん、これでもステファニー、もう1試合、もう1試合、そうですね、もう1試合、もう1試合、さすがに手書きのどうか、これで許してくださいうん、ありがとうございます。熱いよ、ありがとうございます。ありがとう。めちゃくちゃ恥ずかしそうだったね。恥ずかしかった。めちゃくちゃ罰ゲーム。爆笑フリースロー対決参ります。3、2、1、どうぞ。熊虫のショートコント、じゃんけん。
よし、じゃんけんしようぜ。オッケー、じゃあ最初はグーでいくよ。最初はグーね。オッケー、最初はグーって言っても結局は3種類で決めるじゃん。あんがってちょってパパパパパって、今ここで勝負したい私の大きな瞳で、ここでどうぞ。あ、どうぞ。むずい。おお、ちょっと間空いちゃったな。うん、てか、ね、俺たちがネタやった後 DJ 止めるのやめてください。それがすごい滑ったみたいな感じにさせてるんです。いいよいいよ、 DJ かけ続けてください。オッケーオッケー、はい、いや本当に斜め上。めちゃめちゃ面白すぎてすぐ打てない。ちょっと嬉しいね。さあラスト、ラスト、ラスト、これはもうどんな勝ちたい、これ決めて。はい、オッケー、皆さんよろしくお願いします。ラストです、ラストで、いつでも大丈夫です。はい、行きましょう。では最後です。笑っても決めろ爆笑フリースロー対決、3、2、1、どうぞ。さっき手書きのキティちゃん見せたじゃないですか。こっちキティちゃんなんですけど、こっちケロケロケロッピ書いてるんですよ。こっちケロケロケロッピ。こっち手書きのケロケロケロッピ書いてる。相方ケロケロケロッピにパンツ書いてます。手書きです。手書きのサンリオパンツ。手書きのサンリオパンツ。これ見ながら打て。手書きのサンリオパンツ見てるよ。どうぞ。ケロッピ見てるよ。面白いよ。面白いよ。みんな言ってあげて、面白いよ。いやー、なんで最後それなんだよ。どうしても見せたくって。なんでお前馬売り次第にパンツ見せてんだよ。どうしてもケロッピも見せたくて。いや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 。いやもう本当にありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最高、うん、では最後記念撮影しますか。はい、はい、お願いします。ということですね、まあ、記念撮影の前に、はい、結果、はい、クマムシさんの前に若干倒れつつも舞う姉妹。それでもですね、あの皆さんが今こうやって笑顔で、うんうん、いられるのもこのお二人の今おかげだと思います。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ナイスゲーム。あったかいんだから。ありがとうございます。最後4人でみんなでやりますが。やりますか。いいですね。はい、なんか邪魔いきますよ。はい、はい、こっちから、こっちから、はい、あのカメラに向かって、はい、いきますよ。はい、せーの、あったかいんだから。ありがとうございました。以上、爆笑笑っても決めろ大爆笑フリースロー対決でした。 OK、 ありがとうございます。ありがとうございます。クマムシのお二人、ありがとうございました。皆さんでもう一度大きな拍手を。ありがとう、ありがとう。さてここからはインターバル小休憩の間に小学生キッズへのバスケットボールクリニックスペシャルタイムに参ります。ではこの後のバスケットボールクリニックスペシャルタイムですが、3時10分からのスタートになります。1時ですね、ごめんなさい。1時10分からのスタートになりますので、まだあと30分弱時間ございます。30分弱時間ございますので、みんなシュートは打っていってもいいけど、まだこの後ね、30分後にスタートしますよ。30分後にスタートとなります。それまでバテないようにアップの方お願いします。
自分の限界に挑戦し続ける熱き彼らの戦いを目に焼き付けろ。マウリ姉妹プレゼンツ 3x3 マーベラステイト、サポートドバイアイルエンジニアリング。アイルエンジニアリングは建設会社という枠を超えた様々な事業に取り組んでいます。子どものため、未来のために、倉敷から日本と世界をつなぐアイルエンジニアリング。ワンステップ、ツーステップ、スリーステップ、インディアンズ食べて遊んでシェアしてインディアンズ、パパもママも僕も私もみんなでインディアンズ。テイクアウトもね。新しい循環型社会を目指して、産業廃棄物の最終処分までをトータルプロモーション。私たちは創建です。すべては金属リサイクルから始まった。そこから再生というテーマを掲げ、介護、質屋、再生医療、人材派遣などさまざまな分野の事業に挑戦しています。すべてのゴミが宝物になる世の中を目指して、リサイクルから世の中を変える、毎日が宝探し、新鋭ホールディングス。お仕事探しはトラストへ。電動キックボードのシェアリングサービスです。アプリをダウンロードしてご利用ください。